というわけで今日もまったり打っていきたいと思います。初心から抜け出せないっすね、なかなか。とりあえずハンチャン戦で。おさるくん10時あたりか。よし、じゃあそれまでには終わろう。コメントよろしくお願いします。共有失敗する。怪文書始まる。麻雀打ちながらだったらな、結構ね、なんかもう麻雀だけでいいかもしんない。心ないとダメかな。まあね、せっかくいただいたからね、ボイドテラリウムとかもやりたいしね。ボイドテラリウムはどうしようかな。とりあえずまあ今のあれ、自分の方針的にはまああの動画を撮るときはあれですね。やっぱりちょっと自分的にはやっぱやりたいですね。お、いいとこ入った。それの怪文書、あんこが2個あんだよな、すでに。それでダメだったらって感じですね。やっぱなんか自分のあれ負けたくねえわ。負けたくないですね。今月できなかったら、ちょっとあの貢献してくださった方にはちょっと申し訳ないんですけど、あの今までの分からでもあのラーメンとか送りますんで。マサルはそうか、コメントか。マサルはコメント書きまくりますわ。キウイの果肉に潜む果汁、そしてそれを合成しているのは獣による何か一つ別次元の話だね。なんかマジでさ、あのなんか小説書いてくね。なんか面白そうだぞ、その話。郵便局お届け、何？あ、やべ、ラス初？いや、初もう一個あっか。ポンニャ。ポンニャ。キウイといえばね、あれですね。なんだっけ、パナップじゃなくて、あの、なんかうめえアイス。あれ、なんつんだったっけ？パピコか。パピコにね、キウイ味が出ましたね。あの、ブツブツが入っててさ、キウイのあの、種をさ、なんか、歯ですりつぶすのが結構好きなんですよね。いや、俺はね、なんかそのね、自分の配信スタイルね、変えてまでね、なんかここにしがみつきたくないんだよな。通ったら通ったで嫌ぐらい、なんかもう本当に気持ち的にはもう。コメント反映されるって聞いた瞬間になんか思うとこありましたけどね。まあここまでガバガバだとは思わなかったけど、さすがに。これちょっとやりすぎだな。どうしよう。どうしよう、ここ切るか。キウイとかイチゴとかトマトあたりは種は、あー俺トマトあんま食え、あ273位ちょっと上がった。これとりあえず今日中に250位とかいけたらだいぶでかいんだけどな。多分無理だろうな。言うて俺多分やってあと1時間ぐらいだからな。マサル配信もあるしな。マサルをあんまりこの配信に縛りつけるのも申し訳ないんで。それにまあ俺はあれだね、ノルマがね、あの4時間のノルマが達成できればとりあえずっていう。カンニャ新年を通す、それは一種冷凍に接し、年配の女性を疲れ切った表情を汲み取るかのごとく、やりすぎた。ガキあかんねも意味あかんね。面白いけど。冷凍に刺した年配の女性って、カサスじゃん。火曜サスペンス劇場じゃん。したっけ、したっけ。前田、前田みたいな。
んとね、トマトはね、全部無理じゃないですよ。トマトケチャップとかミートソースは好きだし、サンドイッチとかに入ってるトマトは食えんですけど、生トマト無理だね。母ちゃんとか姉ちゃんが好きなんですけどね、俺は無理だな、あれは。ちゃんたワンちゃん、ないかな。ほう、なるほど。ドラじゃねえか、しかも。ジーニャ。したっけ、したっけ。今月通るのかな。でも今月通ったら通ったでさ、また来月もさ、同じことを仮にしなきゃいけないってなるじゃないですか。視聴してくれる人のさ、負担が結構でかくなるから、すげえ申し訳ないなって思っちゃうんだよ。それも考えて、まあ、今月、まあ、無理だったらってちょっと考えてはいるんですよね。それはそれでって。ああ、9万もないのか。パーマン切ってもらえると助かるな。パーマンもでももう3枚切れてんな。普通にウーソーあたりを引いてくるのがいいのかな。3ウーソー。ウーソー引いたらあれか、振り点になっちゃうのか。ジーニャ3ゾー来てくんねえかな、じゃあ。くー、これあったら上がってた。トマトはトマ太郎の子孫、そして戦争であった。面白いな。その怪文書全部まとめといて、なんかに掲載しない？なんかに。ボンニャ。ローマン泣かれんのもまあ厳しいね。うわぁ。すげえな。すげえことになってんな。あ、来た来た。行くぞ。ほい。これはちょっと上がりたいっすね。よし。イースでそうですけどね。プリキュアにすればね、イース様っていうのがいるんですけどね。かなり可愛いんですよね、あれが。マサラもしかしたら文豪になれるんじゃないか。コピペじゃなくて全部自分で考えて言葉でそんなに作れるのはすごいよ、マジで。ようそんな長文書けるな。ありがとうございます。手のひらから溢れる。6000。うっす、ありがてえ。程よく、あれだね、マサルが長文だから、ポイントが期待できるっていう。お、親じゃないですか。多分俺にはなれない。本当の親にはなれないんや、俺は。消防で麻雀打ってる時よく言われたもん。俺が親でもねえくせに。つまらねえこと言うな、こいつ。別にな、なんか結婚したいとも思わないんだよな。結婚しないイコール悪いみたいな風潮がさ、あるんですよ、やっぱ田舎って。で、結婚したからって、してるからってさ、やたらマウント取ってん、おめえもよ、みたいな。いい歳なんだからよ、みたいな。そろそろよ、みたいな。あれ、本当にムカつくんだよな。すっさよ、ハゲがってなる。関係ねえだろ、おめえ。なるんですよ。田舎あるあるだよな、これ多分な。多分、田舎に住んでる人は結構わかると思うんだけど。かくいうね、トシヒロもね、あれ嫌いだからね。トシヒロにやたら絡んでくる先輩いたんだけど、あれにガチギレしたからね、トシヒロ一回。その時もちろんハイボールを飲んでいました。トシヒロハイボール飲んでる時、トシヒロ怒らせちゃいけないから、マジで。殺されっから、マジで。割とシャレでなく、どうすりゃいいんだ、これ。こうかな。ここでね、ローピン泣きたいですね。あるいはこっちと絡めての、
パッピンがもう2枚切れなんだよな。あ、来た。音声認証システム。ここでも。あと、アズマが出てきて、リャングッソーの、にできればかなり強いですね。親ではない。親の万世に至るまで私は全てに対して憎悪しか。各位はあなたもパワーボムで首を鍛えるべきなの。何言ってっかわかんないけど、凄み感じるのがムカつくわ。閉じろって言えば、まあ、パワーボムだからな。普通出るか兄弟喧嘩でパワーボム。兄弟喧嘩でパワーボム出るか。トシロにしかもこの間さ、遊びに来た時確認したからね。あれってマジなんつったら、いやねー、あれはねー、手加減した方なんだよって、意味のわからない回答が返ってきた。いや、手加減したんだよ、あれで。つって、あれは手加減したんだ。手加減のパワーボムっていう。この世に存在しない技。どんなパワーボムで、手加減のパワーボムって。面白いぞ、トシーロは。おぉ、裸短期ぞ。こういうのが一番怖いんだよな、タンヤを。ああ、怖えな。怖いけど行くっきゃね。リャン。出た、よし。出ると思ってました。手加減してパワーボム。あれ、イニカスもしかして麻雀うまい？俺、もしかして俺麻雀うまい？調子に乗り始めるからね。まあ、うまくないんですけどね。とりあえずグッ。煽りスタンプ貼っとこう。あんまり多分あの許容できない人は煽りスタンプ乗ってこないんだな。うぜえって思われてんだろうな。東の国にいたらこの国の通常の数。エルニーに落ちたら本当に多分このサイトはマジで上がってこれないから、俺は本当に落ちた時点でやめちゃいますからね。絶対に時間の無駄だと思って1ヶ月ぐらいはやるかな。でもうん、それでもただこのコメントのシステムの時点で、俺このシステムで落っこったら多分もう無理だと思うんで、面白くねえし。うん、まあ、プリンがいるかんな、YouTube 配信は。ジーニャ。これプリンのコスプレを見るまでは死ねないからな。あんまりこれ言うとな、あれだからな。あいついいやつなんだよな。でもジーニャ、くそ、ここ切らなきゃよかった。お猿の長文が極まってきているな。ジーニャ、あなたもそれ、トイメンがさっきやったやつ、トイメンの人さっきそれやったやつ、ここでよかったかな、どうかな。それはプリンの池だ。マサルくんすごいな。この人なんかね、右脳派の人だと思うんだよ多分。普通に頭もいいんだけど、多分右脳派の人だと思う。俺は多分右脳か左脳かで言うと間違いなく右脳なんだよ。うん、休憩お疲れです。プリンの池いただきました。初日からでも苦労かけますね本当に。コメントいっぱいいただいちゃって、なんかでも今月はなんかそんな頑張りすぎない感じで頑張りたいですね。うん、1日やっても5時間ぐらいでしょっか。うん、どうすかな。
だったらここだな。プリン作れるんだ、すげえな。いいね、自分でプリン作れる人は。うん、タンヤオがまあ怖い。まあタンヤオだからな。2億%。だってそこじゃないと上がれないでしょ、これは。ペースっすね。じゃあ初日から飛ばしすぎてもうガス欠になるのも怖いかな。これまた多分あれなんかあれだよ、肩こりになっちゃうよ。右脳でうんちを操作する我々の自信は冷蔵庫の勝はなんかもう変わらないでほしいな。勝であってほしいな、常に。この胸に闘魂ある限り。枚数少ないでも逃げですね、これは。無理だわ、普通に。あ、ここでしょう。さて、リャンさん、スーマン。何がいけるかな。どうや。ボンニャ。乗ったら。乗ってんすごいなこの人。ここで文章は途切れている。昔ながらの固いカスタードプリン。へえ、そうなんだ。プリン作れる人すげえわ。5614ポイント。おお、すげえ、地数があんこってる。逆にでも半年続けたこの500円生活についに収支引くが、まあ、あのバン食らってた期間を考えると純粋な半年ではないんですけど、ちょっと感慨深いですね、そう考えると。俺なんかもう死ぬ準備をし始めてるんだけど。ジョイナスだ、ジョイナスかわいい、ジョイナス出勤。めっちゃコメントしてくれてるわ今みんな。あのね、コメントが反映されるようになっちゃったんですよ今月から。みんなだからめっちゃ長文書いてくれる。いっぱい書いてくれるとなんかね、ランクが上がるらしいです。うん、暇な時に打ってくれと助かります。ジョイナスともやりたいですね。あのこの間動物の森あれできなかったから、回線良ければなんかできそうな感じしたんだけどな。また今度やりたいですね。適当でいい、あんまりみんな無理しないで。うん、今月通んなかったらまああのまああれですよ、今まで6万円はちょっと定額給付金だったということで早めの視聴ポイントなんか俺もうほぼほぼないと思ってるマジで。うん、全然なんか反映されてる感がない。いてくれるだけでよかったんです。なんかいいな、いてくれるだけでよかったって。なんかあれだな、少女漫画みたいですね。5610。いや多分俺が悪かったのかもしんないよ本当に。うん、まあしゃあない。これはなんかもう誰がねいい悪いとかじゃないからさ、運が悪いんだよこれは。うん、また今度できるのを楽しみにしておりますよ。ポンでもチーでも。これ立直しちゃっていいのかな。立直する、するか。7枚だし。あ、一発消された。のちょごめん、やるなぁ、さすがっすわ。いや
刺身、いやいやそんなことないですよ。刺身、お、この間サーモン食い、あのねマグロのたたき食ったんだよこの間。ビーチにゃ、う、ありがとうございます、本当にありがとうございます、生きててよかった。いやいつもさセブンとかでさ、なんだろう、あれですよ、ネギトロ巻きとかさ、まあ、セブンにさあのサーモン寿司とかあんだけどさ、そういうの買うよりさ、あれですよ、スーパーでさマグロのたたきを買ってさ、お家のご飯と一緒に食うのが一番リーズナブルでいっぱい食えるっていうのが分かった。学ぶね、めっちゃうまかったマグロのたたき、うまかったね。この間こんな250円ぐらいのマグロのたたきで俺は幸せになれる、俺は俺でよかったって思うよ本当に。この間ツイッターでなんかね、サーモンのことバカにしてるやついたけど、貧乏舌だなみたいなこと言って、逆にお前はこれを食ってうまいって思えない程度の舌なんだなって、高いイコールうまいものって言ってるやつほんと嫌いなんだよな。たわけだよ、安いもんでうまく感じれる方が得でしょ、どう考えても。リーズナブルだ、そうだ。いやだってコンビニとかでさ500のペットボトル買うじゃん、今160円とかするじゃないですか。そのお金出せばね、スーパーでね 1.5 リッターなり2リッターなり買えっからっていうね、まあ、貧乏人なんですけど、ね、貧乏人でございますね。シャボか、どうしよう、いや、いっちゃいっちゃい、大丈夫だろ、こういう時だいたい俺負けるから。ネギトロパックいいよね。いや、お母ちゃんとかがさ、仕事終わりにさ、スーパーのさセール、半額セールのやつとか買ってくんだけどさ、もうそれで十分、うますぎる、マジで全然いい俺は。うん、舌が子供だからさ、あれなんだよ、なんて言えばいいんだろう、子供だからさ、ステーキとかよりハンバーグの方がうまいと思う人間だから俺は、嫌いじゃないけどステーキ、でも高えなーって思っちゃうかんな、どうしても。ジーニャいてくれるだけでよかったのだ、あなたに迷惑をかけず、ただロックイングチェアごとく私に体を預け、あなたの鼓膜を感じていただけで生きててよかったと思えるのだ。ネギトロ一番最後のネギトロめっちゃやっつけやん、そのネギトロいらんかったやつやんキューピンなー出ないかね、つもにゃ、あ、つもっちった、なんか鼓膜クソみたいなリーチなのに超これ、しかもさあれ積もんなかった俺リーのみだったな、一通目指した方が全然良かった、安くて美味しい、そうだよね、むしろなんか主婦とかの楽しみだよね、そこ安くて美味しいものを作るっていう、まあ俺主婦じゃねえんだけど、マサル、そうなんだよ、マサルは今ね怪文書製造機になってて、で割とさたま適当にさ自分で考えてる言葉をつなげてるだけなのに、たまになんかすごいドンピシャでいい感じになってるっていう、マサル面白いなやっぱな、マサルくんがねもしね同級生にいたらね速攻で友達になって3日後に絶縁してるわ、そんぐらい面白いですね、絶縁はしないけど、ステーキ 100g158円、うわーすごいな、お金持ちの食べ物だ、波長が合うんだよな、俺はこういう感じだから、マサルくんとねめちゃくちゃ波長が合うんだよ、こういう感じだから俺は、俺もマサルも変なやつだからちょうどいいんだよね多分。で、ソーズはダメ、あいつはダメ、あいつは作ってるから、
あいつはファッションサイコパスだから。サイコパスを演じてるだけだから、あいつ。めちゃくちゃまともだから、あいつ。まだこっちには早いよ。ステーキか。ステーキそうだよね。先輩とかといきなりステーキ行ったことあるけど。なんかたまにならいいけどね。そんな頻繁に食いに行くもんじゃねえなっていう感じが、俺の中ではね。うまいですけど。うまいはうまいです。間違いない、それは。これ、リャンピンの受けがなくなっちゃうんだ。まあ、今のまんまでいいかな。ファッション業。あいつ面白いけどな。うん。頑張ってなんか変態ぶろうとするからさ。必死なところが可愛いよなって。嫌いじゃねえんだよ、あいつ。すげえ、ジョイナスの力で262位まで上がってる。なんかジョイナス来たらまたいきなり、あれなのかな、新しくコメントくれた人はなんか威力が高いのかな。で、徐々に下がってくのかな、威力が。ジョイナスすごい。結婚して、あ、人妻だった、ごめんなさい。妄想の中で結婚するわ、じゃあ。ステーキ安くね、そう。消防の上がりで一回ね。消防の上がりだと、そう、ほら、あの火事とかがあった後に、まあ大体みんなでね、まあ時間が大丈夫だったら飯とか食いに行くんですよ、お疲れ様っつって。その時に、あの、まああの、班長がいいんだけど、庶務班長っていうのが、その、あれ、なんだろうな、その町っつうか、あの、部落、まあ、あんま部落って言い方よくないらしいんだけど、ブラックから集めたお金とか、あの、まあ、消防費、集金、まあ、いろいろ自分らで、ね、あの、町から出る、あの、消防用の費用とかで飯食いに行くんだけどさ、そういう時は、ね、結構なんかあの、まあ、出た人はね、結構、やっぱりあの、そう、出た人は偉いっていう言い方もあれなんだけど、そういう時、はね、結構あれでした。ラーメンとかよく行ったりしてましたね。大体がでもあれでしたね。バーミヤンでしたね。なんか知んないけど、うちの消防バーミヤン好きだった。嫌なとこもね、いっぱいあったけどね。俺が本当に嫌なのは、ある、うん、不特定多数というか、まあ、ある1名なんだよ。それ以外は別にそんな嫌いじゃなかったんだよね。回線悪いな。まあそう、うん、ジョイナスノリいいな、ありがとうございますよ、いつも、うん、とりあえず明日明後日で2連休だから、うん、俺にゃんぱいにゃんぱいって言うんだよね、転廃するとかわいいですね、へへ。ジョイナスはね、絶対に浮気しないっていうの分かってっから、ね、こういう軽口が叩けるわけで、うん。ジョイナスは絶対に、天地がひっくり返っても絶対に浮気しないから大丈夫。あんまりでもね、度が過ぎるとね、あの、嫌われちゃうんで抑えないとね、うん。ジョイナスはね、話しやすいからね、ついね、俺とマサルがね、調子に乗り始めるからな。この間そういえばタイターさんからも来ました。フレコ。うん、フレコ送られてきたんで、承認しました。最近なんか動物の森関連であの、フレンド増えたんで嬉しいですね。うん。楽しいわ、やっぱ動物の森。まあ俺はなんかでも、そう、ツナックスとかバツとか、あの、シュンボーのさ、部屋を見てさ、部屋じゃねえや、島か、部屋と島じゃ随分な違いだな。島を見てさ、ああすごいな、こういう風にできんだなって、可能性をなんかすごい いろいろ見たんで、とりあえずマイルを使ってヤシの木をあのいっぱいあれ採取しに行って 浜辺に植えまくって、お花とかはやっぱあれですね、いっぱい生やしたいですね。そんでなんかね、今日から静江さん来たんですよ。
で、あの橋が増やせるようになったんで、その辺もちょっとうまく使っていきたいですね。橋が増やせるようになったし、あとなんか坂道作れるようになったから、金がでもかかるね、あれね。いっぱい貯めないとな。今度はちゃんと日曜日株買わないとね。先週はね、あの知らないでね、株一回スルーしちゃったんでそのようなことがないように気をつけないとな。周りの目がなければどこまでも確かに、うむうむ。タイタさんやり込んでんだ。あの人なんかセンスいいもんな。だってあの人さ、あれとかも作ってるじゃん。なんだっけ、あのウーパとかも、ああいうのも作ったりしてるじゃん。センスいいよな。だからああいうのなんかできる人やっぱ、うん、みんないろんな人の島見て、うおーすげーってなったからちょっと感化されてる。まだ全然だけど、しずえさん来てくれたの嬉しいね。あの子かわいいね、やっぱ超癒されるんだけど。今度マリカで使おうかな。シーズー犬のしずえさん、痛み止めという、あーそっか、背中大事にしてくださいね。超大変そう、マジで。俺もだって、あ、最近さ、あの若い頃はさ、意外とさ、結構さ、背中とか肩痛くても強がってたんだけどさ、もうね、もうこんぐらいの年になったらいいでしょっていう。で、届かないとこはね、母ちゃんに貼ってもらった。ペシーンって背中に貼ってもらったわ。で、背中に、湿布やるとだいぶ楽になるね、マジで。いや、寒い日とかもさ、若い頃はさ、あれ、モンペじゃねえ、あれなんつうんだっけ。桃引きか、桃引きさ、履かなかったりとかしてたんだよ、強がってて。もうすげえバカだと思ったもんね。桃引き最強じゃねえかよって。いや、これはもうちょっと。ドラは出ないだろうけど。えい。さすがにドラは切れなかったわ。にゃんぱい。にゃんぱい。ありがとう。超嬉しいわ。11時とか、しずえさん、デスクでうとうとしてるから、マジかー。それは可愛い。可愛いけど無理しないでってなる。しずえさん可愛いよなー。お母ちゃんはね、あれですよ、明日やっとお休みだからね、明日はゆっくりしてもらえますわ。あいつなんかね、寝顔が赤ん坊みてえなんだよ。ぷっくりしてて面白いんだよ。ぷっくーってしてる。今大変らしいからね、お母ちゃんのところはね、仕事場はね、逆に忙しくなっちゃった仕事場だから、いつもなら、いつもなら本当は結構余裕ぐらいの勢いなんだけど、コロナの煽りを受けて忙しくなってしまったんですよね。うわー、これはな、無役無役。でも行っちゃうっしょ、ドラが絡んでんなら。あや、変わんねえか。ほら、リーチにゃ、立直だ。やんなくてよかった気もするけど、手が5万点か俺。
マジでやんなくてよかったな。どうだったら、そっか、ウーピン、赤ドラもあるから、ウーピンでよかった。しかも上がれてたの。そうなんですよね。めっちゃ暇になるか、仕事自体できなくなるか、めっちゃ忙しくなるか、じゃないですかね、やっぱ。俺んところは、まあ俺んところもな、仕事1時間伸びたしな、煽り受けて。そのおかげで俺はまあ助かったっちゃ助かったんですけど、まあ、あんまこういう言い方するのは良くねえかもしんないんですけど。上がられちゃうかな。回線が良くないですね。うん、うわー、ウーピンだったら上がってた。あ、ありがとうございます。なんか調子いいな。調子いいぞ俺今日。よし、今月取ったら、ジョイナス丼のとこにもラーメン送らせてもらうからよ。みんなのとこにラーメン送りたいな、今月取ったら。協力してくれた人のとこに。うん。本当はね、会った時にね、ラーメン屋でラーメンおごりたいんですけど、なかなか会うのも難しいですからね、みんな。しかも今現状がこんな感じなんでね。ラーメンじゃなくてもいいんだけどな。千葉の、じゃああれか、オランダ屋のカステラ送ろっか。高いか、それだと。あんま高い、高すぎるの送ってもなんか気使わせちゃうからダメだよな。いや、でも協力してくれて6万入るなら本当にちょっとはなんかあれですよね。お返ししたいですよね。オサコンとかずっと手伝ってくれてるからな。マサルとか。なんだかんだマサルは来たらなんかすげえコメントくれるしな。最近マサルと仲いいかもしんない。ラーメン。ジョイナスのところのラーメンは何？え？ビーチにゃ。あ、ジョイナスって博多？違うか。無知な俺を許してくれ。とりあえずまあ一発は上がられたくない。うん、そうだね。無理しない、まあ俺はあれ無理はしないから基本的に。どうすっかな。えい、ローピン来てくれたら助かるな。おすすめは何ラーメン？あのね、割とね、結構ね、最近はまあ当たり前なんだけど行けてないんだけどね、つけ麺でうまいとこがあるんですよ、地元に。黒川って言うんですけどね。それが好きですね。あれちょっと食わせたいな、みんなにも。うん。ラーメンは良いですな。えい。お。しゃ、ついてるぜ。あれ、なんか俺うまい、もしかして。うまくねっつうのだから。タンヤをイーペイがつけばね、もうちょい高かったんですけど。うーん、なるほど。いいじった。みんなとでもあれだね、ラーメン行きたいな。豚骨ラーメン、博多は少しさっぱり。ああ、なるほど。つけ麺良いぞ。最初はつけ麺かーって思ってたけどね、結構いいんですよね、あれがね。俺、二郎とかあっちの方食ったことないから逆に食いたいんだよな。お、千葉来た際はぜひぜひ。おごりますよ、マジで。全然おごるよ。替え玉2杯ぐらいまで。遠慮なく言ってください。ラーメンぐらいはおごらせてください、マジで。うん、私にできるのはそれぐらいのものだ。これどうしようかな。
ここ切るか。てかこれ一通いけたんじゃねえか。あ、春坊だ。春坊こんばんは。今日はね、あれだよ、マサルとね、おしゃこんとね、あとね、田淵が頑張ってくれたおかげでランキングだいぶ上がりました。長文コメントを書いてくれるといいみたい。で、あの一定量までコメントがいくとコメントが反映、あ、ポイントが反映されなくなるらしい。262以下、だいぶ上がりましたね。でもありがてえ。せやな、つけ麺は良い。春坊のラーメン、春坊なんかうまいラーメン知ってそうだな。リーチにゃ。お、マサル帰ってきた。子供の世話してたのかな、まあ、とりあえず一発が怖いんで。点数持ってる時こそ臆病にならないといけねえよ。俺の友達はね、ギャンブラーだから点数持ってる時はね、行っちゃうからな。これもね、切りたいんだけどね、しょんぱいなんだよな。まさかここは出んやろうっていう、そこが怖いんじゃけど、出してくれたね。自分で作るんだ。おお、すげえな。点数があってもなくても、かっけえ。さすがや。ここは取る。ありがてえよ。みんなのおかげで今月、いや今月なんとかなったらさ、あのコメント協力してくれた人にさ、あのなんか送りたいんだよね。うん、懐かしいな、春坊のあのノルマのあれとかもあったからな。あれってもうないんでしょ。なんかあれば協力しますけど、うん、どうしよう。えい、ダメかな、大丈夫か。お、少しホワイトになったか、よかった。そっか、ノルマとかなくなる、なくなったのか。じゃあそれなくなるだけでもな。俺もさ、なんかコンビニでバイトしてた時さ、恵方巻きのノルマとかあったんだけどさ、そんなもん誰も買うわけないじゃん。そんなね、牛の日のさ、なんかうなぎのさノルマとかあったんだよ。そんなんさ誰も買わないからさ、もううちで買ってたよね。うちで家族4人分買って、であれ後であの、うん、でそれをね考えたらさ、バイトする意味ねえよなって思ってやめた。うん、ノルマにバイト代払ってんじゃんみたいになってさ、クソみたいなバイト先でさ、超面白くなかったよマジで。いや、ジョイナスとね、そう、ジョイナスが来た瞬間に269位から262位まで上がった。ジョイナス天使やで。ジョイナスの、ジョイナスじゃねえ、春坊のことハルルンって呼んでんのあれだよね。ジョイナスぐらいだよな。バツがなんかたまにハルスミさんって言ってるけど、俺春坊のハルスミ時代わかんないんだよな。その後だかんな、仲良くなったの。あ、お疲れっす。無理しないでな。ありがとうね、春坊。これ、いいね、これ。あー、これでも、ここか。ここ先に切っとくべきだったかな。強くね？持ってんね、今日。ここ先切って安牌残し。こういうの大事っすね。あのリーチされた時一回はしのげるんで、お守りみたいなもんっすね。もう一人のしゅんちゃんがね、しゅん坊のこと気にしてたよ。僕わかんないんですよって言ってた。グフクになる宿女。あ、すごい256。あ、これ、え、今月いけんじゃねえの。希望が、希望が出てきた。あー、俺もう350以下無理だって。おい、100位上がったぞ。逆
100位上がったぞ、1日で。これ346位だったぞ、最初。みんなありがとう、愛してる。おい、100位上がった。ガバすぎる、このシステム。ガバガバだよ。俺の元カノ、前の彼氏にガバマンって言われてたっつってた。前の彼氏がなんか超すごかったらしくてさ。おめえマジでガバガバだよなって。すげえ男だよな。めっちゃ優しくしてあげた、うん、めっちゃ優しくしてあげたよ。うシャア出てないな。リーチにゃ。かーこれ味すりゃいいだがね。スジ檻だな。あー檻早いかな。でもシャアなら言っていいかなとも思うんだけど、シャアションパイなんじゃよな。ツモニャ。そうなんだよ、みんなのおかげだよマジで。すごいな、100位上がったんだけど。田淵の連投がマジで効いてるな。あれで一気に上がった、20位上がったかんな。希望の星に思いを寄せた気。マサルくん、その文章残しておいた方がいいよ。後世に語り継がれるかもしれないよ。今評価されなくても、ゴッホみたいな感じで、後に評価される可能性が。死んだ後評価される人ってでもかわいそうだよね。最後までだって、ああ、俺には才能なかったんだなと思って死んでくわけじゃん。その後にめちゃくちゃ評価されるって、なんかもうそれを確かめる術がないじゃん、死んじゃったら。そこちょっとかわいそうだなと思いますわ。死後に評価されるマサル。いや俺はマサルのことは評価してますよ。ぶっちゃけ俺なんだろう、実況動画とかに関しては多分俺よりマサルの方が全然面白いと思ってるんで、ホストに負けるけどあんまり言うとこれ結構へこむからやめとこう。あれはいいやつです、いいやつなんでよろしくです。中含み2個はいらねえんだよな。イースーマンがまあまあなくなってたんでこっち切りましょう。ああなるほど、もうじゃあこっちでいいんじゃねえか。丹田に力を込めたら何か、マサルが丹田に力を込めたら出るものは多分一つだと思うけど。あードラか。すいませんね、みんな多分あんまマージャンそんなに多分興味ないと思うけど付き合わせちゃって申し訳ないです。それはすぐそれだからな。あれよく考えたら、ま、女性人率が高いからなかなかあれですけど、滅多のことは言えないけど、なんかでも謎だよね、マサルならなんか許される感あるよね。何なんだろうなこれ。あこれ6チップあるな、6チップありますね。なんなら泣いてもいいかな、タンヤオで。あーでもウーピンあんま切りたくねえな。でもゴロチこれ両対応できっかんね、5でも8でも。そっか、ゴロチでもいいのか。赤いなぁ。これもうゴロチ。まあいいや。強いなぁ。俺が強いんじゃなくて、本当になんか手がいい、入ってくる手がいいだけなんですけどね。基本的に僕は麻雀下手くそです。ありがとうございます。あれ？ありがとうございますわ。つもにゃ。あれ？俺なんでさっきこれ、あ、しかもなんか赤、赤積もったから逆にいいんだけど。1万2000って。これ思われてんだろうな。あいつ課金してんだろうって思われてんだろうな。ゆうやの心にはいくばっかの不安が残っていた。はは。母さんの涙であり、子宮の記憶があるのか、誰かに教えるには些細な危険性をはらんでいた。
マサル面白いな、やっぱ。ゆうや好きだな、マサル。がっつり聞いてるじゃねえか、マサル。だいぶ聞いてるじゃないですか。どうしようかな、あと、あれかな。トンプ1回ぐらいにするか。10時ぐらいからマサルくんやりたいみたいなこと言ってたから。これ、このトンプで終わりましょうか。いやー、ありがとうです。本当にみんなありがとう。100位上がったわ。もう絶望かなと思ったら100位上がったわ。泣かないと上がれないことないよ。本当は泣かない方が手がね、高くなる。泣いちゃうとね、手が安くなっちゃうんですよ。ただね、場合によっちゃ、まあ、早く、そうだね、上がれる可能性が早くなるんで、うん。かなり重要ですね。とりあえず田淵が毎日多分頭打ちまで打ってくれるんで、それに付け加えて皆さんのコメントがあるとすげえ助かります。うん。単語からインスピレーションを受けて、そう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 、マサルは今なんか無我の境地ですね。染めてー染めたくもねえな。想像がちょっといい。想像ってなんで想像って名前なんだろうって思ったら、あいつ多分ね、三国志好きだから、曹操なんだろうね。あいつ想像って名前のくせに麻雀やんねえからムカつく、マジで。頭おかしいでしょ。いや、もう本当にさ、昼帰ってきて、よし、今日からあれか、5月か、新しい配信スタイルになるから頑張ろうと思った矢先にさ、あ、311位か、とりあえず頑張んねえとなと思ってさ、やればやるほどさ、346位まで落ちて、やればやるほど下がってって、もうなんか、あ、俺もう今月はもう無理なんだなって思ったらさ、田淵がコメント打ってくれて一気に20位上がってさ、あー、なるほど、米なんだなーっていう、すごい仕様ですよこれ。本当にさっき田淵も言ってたけど、これ多分2、3日でこれ多分もうこの仕様は多分なんか破棄されるだろうなと。マサルさん小説読みたい、読みたいね、俺も。文豪になれる。マサル夢の印税生活。キーボードで執筆した。フリックだと限界。あ、そっか、確かにあんまり効率は良くなさそうですね。イニ君今日もしかしてマージャン強いんじゃないですか。うん。あんまりでも調子に本当にただ来る手がいいだけで、うん。そのまんま続行だったら、そうっすね、まあ、まともな神経してりゃそんなことはできないと思うんですけどね。イペコか。ああ、そういう感じか。結構な、端っこに寄ってっかんな。タイヤをつけたいですけど。染めたい記憶。258。だいぶ上がりましたな、でも。みんな優しい。ちょっと涙出そうになりました。早っ。まあまあまあ、まだ安いな。で、俺の親か。すごいな、1日さ、このサイトってさ、俺大体俺のさ、目標はさ、1日、4000から5000ポイントだったんだけど、7000になるね。7000になるな。田淵マッサル、あとおしゃこんの貢献度がマジで高い。そしてそれに加えてジョイナスとシュンちゃんがなんか今ね、ブライアンホークと戦ってる時の高村みたいな、みんなに背中支えられてる状態になってる今。俺今あれだよ、めっちゃ倒れそうになってももうあれだからね、絶対に倒れない状態。
初めの一歩でね、ブライアン・ホーク対、リーチニャ。この下茶の人、さっきまでの俺だな。マサルくん、この辺知ってるかな？初めの一歩、なんか、なんだっけな。あいつのとこまで見てたっつってたし、唐沢のところまで知ってたっつってたから。あの辺がピークだよね、やっぱね。話的には。個人的には、沢村対、真柴とかも好きなんですけどね。一歩がやっぱ世界行ってからちょっと微妙だな、個人的には。俺の親多分一瞬で流されて終わりそうなんだけど。まあさっきいい思いさせてもらったからな。あ、終わった。あ、ロンじゃなかった。早く積み込むあの青年の背中に浮かぶ筋肉と、ね、なんかいいこと書いてる。感動的、いや、暴力的にも似てる。だいぶなんか小説家を目指してて、こじらせちゃった人みたいな文になってる。でもなんか不思議となんか、続きを読みたい感が出てくるのやばいな。えい。三蔵か。二人リーチ、両元リーチはいけないですね。俺の細胞が行くなって言ってる。強い。なんか下くなってきた時。ここにいる女子は下、あれですね。下ネタ耐性高いからなんか。ありがたいですね。うん。これは、じゃあ回線がちょっと悪いかな。なんとも言えないな。シーモってちょっと前にいたじゃないですか、ミュージシャンで。まああの人はね、もともとね、名古屋の方のね、ラッパーなんですけれどもね、シーモネイターって名前だったんですよ。それだけなんですけども。ノンチョコ米。バンされそうだ。いや、大丈夫で。全然いいよ。あ、もうてか、ペーねえじゃねえかよ。ペーもう切り終わってるのやばいだろ。下ネタを言う、あれですよ。下ネタを言う人妻っていうのは需要ありますぞ。あのね、あれだからね、女性経験の少ないチンパンジーは、ボディタッチされるだけでもう、こいつ俺のこと好きだなって思うから気をつけた方がいい。こいつめっちゃ俺のこと好きやんって思ってるから。気をつけるんだぞ、ジョイナス。狙われっかんな。そうだね、NG ワードだと表示されないね。マサルがいつもやってるやつ。ジョイナスなんて打ったのそれ。一文字ってことは女性器の可能性あるの。チン。ジョイナスじゃないとおしゃこんか。っていう自敗しか来ねえな。仮面ライダーチンポー、あ、めっちゃ受けたわこの間。絶対マサルだろこれって思った。北の大地に佇む巨人の優しさに触れ、金の長い髪にあの記憶を委ねる。本当にどうして一番最後 NG ワードなんだけど、マサルの鳴き声もマンである可能性ができてきた。どっかのホモガキの鳴き声がマンって鳴くらしい。おしゃこんやるやん。実、そうだね。前言ってたね。やるやんじゃね。
あれ面白いよね。あのイントネーションめっちゃいいよね。チンポー。G4 って言ってるらしい。俺がまあ、ね、あの、ガキン頃に見てたさ、あの、中坊ぐらいか、仮面ライダー G3 っていうのがいて、その、だから進化版なんだろうね、G4 は。チンポー。あの、言い方がいいよね。言い方があれ気持ちいいんだよね。洗い物、あ、了解です。チンポー。あー、なるほど。あー、無役。だが仕方ないでしょう、これは。3456678で。お、これは待て待て、ここツモニャ、いてらー、すごいなー、1日で7000ポイントになりそうですね。俺が昼さ、あの、動物の森やった時なんかさ、500ポイントだったのにな。うん、10倍以上になってますね。今回は下茶さんがあれ一人勝ちしそうな流れですね。7000いくな、もうちょいで。なんか意外とあの絶望の淵から、もしかしたら頑張れば今月もいけるかもっていう、まあ、無理しすぎないように頑張ろう。皆さんに助けながられながらちょっと頑張ろうと思いますので、あの、通った暁にはあのなんか袋ラーメンとか、袋ラーメンってあれで、あのチャルメマみたいなやつじゃなくて、あの生麺のやつね。あの辺をあんまり、まあ5000も6000も出せないんで、ちょっと1000円ぐらいでちょっと勘弁していただける。あ、いやいやいや、とんでもねっすよ。ジョイナスのにはむしろいつもお世話になっております。本当に。あの、変な意味じゃないですよ。いつもお世話になっております。ありがてえ、ありがてえ。いや、わしのようなもののところに来ていただけて本当に、感謝以外の言葉がございません。どうした、ジョイナス。なぜ疑問形になっているんだ。あ、照れてる、かわいい。お前そういうとこだぞ。変な意味に聞こえる、確かに。私は怪しい人ではありませんって自分から言う人ぐらい怪しい。言わなきゃいいのに。日本語、まあ日本人のそういうあれなんだろうなってちょっと思ったりします。ツイッターのさ、あれ、なんだろうな、ミュート機能ってあるじゃん。フォローしてるけど、その人のあれを見たくないみたいな、あるじゃないですか。あれって俺、日本人のための機能だなって思っててさ、友達の友達だけど、フォロー、友達の友達でとりあえずフォローしてるけど、あんまりこの人のこと好きじゃないけど、でもな、でも、ちょっと切ったりブロックするのも、あれだな、とりあえずミュートにしとくかみたいな。なんか日本人の習性になんか合ってるなって思っちゃった。まあ、個人的な意見ですけれども。なんかなーって思うんですよね、そういうふうに。Twitter のミュートの機能ってすごい日本人寄りな機能だなーって。なんとなくですけどね。友達の友達って一番あれだよな。特に好きじゃなくても。ギャグ漫画日和のオープニング曲にも使われてましたけど、あなたと私は友達じゃないけど、あなたの友達と私は友達っていうね、歌があるんですよ。だいたいそんな感じっていうギャグ漫画日和っていう歌があって、あれすげえ好きなんで。そうですね、なんかきっぱりできないっていう、まあまあ日本人特有のあれなのかなって思っちゃいますね。
まあ浅いですけどね、俺のあれなんかは。回線やっぱ重いな。今2本になった。ジーニャ。ほう、泣くな。うっそうはまだ残っ、まあ全然あるか。うっちそうはまだ泣いてもいいかな。どうしよっかな。まあ枚数少ねえし、いいかな。いついけるかな。いつ、おー、いつチャレンジ。さあどうだ。あと4、あと3枚。ダメそう、ダメそう。しかも俺最下位じゃねえかよ。まあ何百点かぐらいだけど、1000点で俺は2位になれる。嘘はさすがに切らないか。びっくりした。ツノニャ。あ、入って、やべえ、俺今回最下位っぽいぞ。入って積もったか。俺最下位っぽい。いや、まあ、まだでもいけるよ。2位なら全然いけそうだな。友達と友達の仲良くなってアメリカまで会いに行ったことはあります。肉をおごって思った。すごいな。そこまでになるんだね。ぜひあれを見てほしいです。AC の CM を見てください。エイズのやつ。元カノの元カレのっていう、あれを見てなんか嫌な気分になってくださいなんか昔の AC はね、すごい攻めてたんですよね。ある一定時期を境に攻めなくなったんですよ。それはですね、地震の時ですね。地震の時のあれ以降あんまり攻めなくなりましたね、 AC は。AC って音をやめた理由知ってる？地震の時にAC の CM ばっか流れて、あの声が怖いっていう理由で廃止になったんですよ。だからなんだっていう。あれも確かに怖いよね。コミュ力お化けだな、すごいな。知らない人と信号ゲームしてた時すげえ。マサルは金の斧と友達だからね。何でもできますよ。ポポポポン、懐かしいですね。あんな、なんかまあ、時期に流れてた CM だから、あんま好きっていう人もいないじゃろうけどね。マンズが伸びますね。どうにもうまくねえな、これ。マンズが伸びますね。マンズもあれでいいかな。もう鎮逸でいいかな。チンイーソーでいいですかね。チンイーソーといえばね、最勇気にね、チンイーソーっていうね、キャラがいて、はい。ポポポポーンのボタン。ほう、そういうのあるんですか。あ、7000ポイントいった。すごいな。1日で7000なんかいったことねえな。立直。こっちは行け。これで勝ったぞ。今夜は焼肉だ。リャンウー？これ。あ、リャンウーか。リータンピン。うん。ドラがないか。リータンピン。これ以上でも伸ばしてもな。リータンピン。まあ、裏が乗ることを祈りましょう。あと誰か勘してくれ。リーチニャ。マジかよ。くぅ。来い。来ねえか。怖えー、
振ってくれ。ジャムピン振ってくれ。とりあえずこれ。あ。くー、頼む。上がらせてくれ。くっそ。あ、切れてる。ラチマルって名前なんだけど、ラヤマルに見えた。で、こじょうぜ。クソ野郎だな。積もった？切ってないのか。やんぱい。くう、出なかったー。ああ、ギリギリ3位だな。よかった。4位じゃなくてよかったわ。うん。おしゃこんからリツイート回ってきた星野源の、ああ、豆腐のやつか。あの、なんか上と下で区切れてるやつだよね。あれ、俺も見たわ。豆腐。あれ？まだ続くの？あ、どっか、この人が親だからか。この顔にしとこ、かわいい。なんとか2位を目指したいな。お、また1位上がった。こんぐらいで落ち着いてくれっといいんだよな。一気にガクンと下がったりするとさ、変動がさ、すごいとマジで心臓に悪いわ。やんならな、今月も通ってほしいけどな。そうするとね、あのね、そうなんだよな、あのパソコン代をね、ちょっとね、10万ほど借りてるんで、それを返した後もね、ちょっと楽になるんですよ、個人的に。買ったとかね、とりあえずその俺の戦いは、あのパソコンを貸してくれた、パソコン代を貸してくれた弟に返すまでの戦いだから、それが終わればね、あのこのサイトとはバイバイしてもいいんだけど、うん、まあ、あんなにね19万もする買い物なんかなかなかしないですからね。車とかさ、なんかそういうの以外で多分俺人生で一番高い買い物だったから、2番目はね14万かな。それもノーパソですね、大学の時に。パソコンじゃな、わしがやっぱ、うん、懐、いやー、ありがてえっす、超ありがてえ。おかげででもあれですよ、346位から256位まで上がりました。90位、もうほぼほぼ100位ですよ。ガバガバやんみたいな。あー、でもまあそうだな、チーピンの受けを考えるとあんまりこれも良くないんですけどね。なんでかっていうと、このスッチーピンとこっちのペンちゃんのチーピン、このね、基本的にね、あの街がね被るのってあんまり良くなくって、できればね、あー、はい、ありがとうございます。行ったら来たわ。パソコン高いね、本当に。でも前までさ、俺がさ、メインで使ってたさ、機体がさ、あ、しまった、ここ残しとけばあれだったのか。ここのピンフでスッチーで、ここでも切りたくなかったんだよね。カンマチでもあれかな、リーチしちゃった方がいいかな。スーピン来ればあれだね。とりあえずこれ貼っとこう、かわいいから。あ、でもあれか、こっち伸びてったら伸びてったで、こっち落とせばあれなのかな。あ、リーチか。もう終わ
ーラスじゃからな。あ、ランニャー。あー、一発か。終わってないのかな、まだ。どうなんだろう。あ、終わったな。逆転1位だ。インパチ、さすがに。はい、3位でした。イニカス3位でした。いやー、まあしゃあない。ちょっと下がった。ふう。というわけで今日の戦績発表でございます。イニゲさんの今日の戦績はどうでしょうか。はい、何これ、なんかグラサンかけてるぞこいつ。昨日なんだっけ、あれ俺4位から始まった。1位、あ、俺結構よくね、戦績。こいつ戦績よくね。友人戦1回打ちましたね昨日、バツと。あ、これか、友人戦があれなんか。これやばくねこれ。俺どんだけステータス高えの。攻防は、攻撃もいけるし、守りも強いし、打ち筋も速いし、で、運もまあまああるって。どんだけうまいんだよ。絶対こんなことねえだろ。はい、これが現実ですね。はい。運よりだよ。いや、運でも実際運いいなって思うわ。え、そんな遅いよ俺。そんなに遅いか？遅いっていうか多分これ、ラグのあれでしょ、絶対。俺そんなに遅く打ってるつもりないんだけどな。戦績をね、これで見れるんですよね。いやー、全然勝てねえな、トンプ。20、20、20、4位、4位が2回。オールマイティーだぜ。やったぜ。はい。あ、1位 50% ですよ、ハンちゃん。俺やっぱね、長期戦の方が得意だわ。1位 50%、2位が 33%、4位が 16% ですね。何回やってだろこれ。あ、6回やってか。3回1位で、2回2位で、1回4位か。え、もしかしてうまい？まだ6回しかやってねえっつうの。はい。ってわけで、こういう感じみたいですね。